夜も遅くなってちょうど今0時になりました。お、え、噴火？何？なんかすごい音がしてる。え、絶対これ噴火だよね。めっちゃ揺れたよ。溶岩が見えたよ。え、嘘。マジで。めっちゃ石ゴロゴロ落ちてたし。マジ？だって結構揺れたもんね。現在の時刻が0時9分になりました。寝る準備もできたので、ちょっと喉が渇いたので、一杯飲んでから寝たいと思います。あそこにはカズさんがまだ釣りをしてるとこです。開けにくかった。乾杯。おいしい。夜ご飯を食べたんですけど、ちょっと小腹空いてるのでどうしようかな。でも危険な時間なんだよね。かなり何かあったかな。冷蔵庫漁ってみよう。ハム食べようかな。ハムを持ってきたので、このままハムをおつまみに飲みたいと思います。いただきます。うん、うん、おいしい。ハムで全然おつまみになるよ。釣れそう？全然釣れそうだよ。まあでも朝まずめでしょ。朝方が暑いでしょ。まあまあそうだね。ね、うん、もう一本だけ飲んで寝ます。おいしい。え、もうエギナン いくつかなくした？うん。は？ちょっと。え、ちょっとで？ちょっと。2回私が知ってる中では根がかってたけど。うん、まあ、2回は2個。嘘でしょ。根がかるんですよ。なんとかしょ。あれじゃ、よし、よいしょ。
どいいサイズですね。がっつりかかってる。しゃあ。でそれでは閉めまーす。ここから他です。何匹いる？何頭いるの？4頭？ 5 頭？すごい。あ、そこ、あと2いる。聞いたサイズにゃーって言うの。ゆりちゃんはにゃーって言うよ。ポータブル電源の残量は 78% になってます。今ですね、身支度を終えて8時13分なんですけど、今からも朝ごはんを作っていこうと思います。で、さっきご飯が炊き上がったんでちょっと見てみようと思います。今日はですね、新米なんですよ。多分ふっくら炊き上がってると思います。真っ白です。美味しそうに炊けてます。あ、絶対美味しいやつだこれ。落としてしまって割れちゃって、よかった食べる前で。あそこからずっと車の中を見てます。にゃんこがいただきます。外で食べるご飯は美味しい、うん、ちょっと焦げた。
ーもあるよ。え、あ、そうなの、うん、あ、これいただこう、こちら。あー、これどうぞ。はい、はい、ありがとうございます。移動ってなってからいろいろ始める今日はこんな風なレイアウトにしました。広々使えるね、やっぱね、うん、あ、タープがでかいからね。そうそう、スームルームを使ってきてるんですけど、本当広々。これはあの泊まりキャンプにはすごいいいと思う。で、今回はあそこのハイエースにですね、上の何だったっけ、あの金具、あのモールのとこにつける金具で、うん、あの引っ張ったんですけど、うん、すっげー無理してます、うん、これですね。車に対して平行にタープを張るんですけど、うん、今回は直角に張りました、はい、うん、ということでかなり無理をしてる、うん、まあタープもでっかいからね、あんまり良くはないね。あ、そこを2つつけて、うん、今こいつをさ、2つつけれなかったからじゃない。これを2つつけて2つにガイロープを通してから2つでこう一方に貼ればいいんだ。ああ、そうだね。分散してあげれば力をさ、うんうん、そうすれば、あ、それはいいかも、うん、2つでできるかもしれない。うん、本当はね、かなり引っ張られてるね、うん、はい、ただいま、ポータブル電源の残量が 68% です、うん、昨夜からもうずっと使ってまして、冷蔵庫と扇風機が常時動いてて、うん、で炊飯器とあとカメラの充電、スマホの充電を使って今この残量ですね、うん、で今の時刻は12時36分、うん、すごく天気がいいので、はい、ソーラー充電で充電しようと思います、うん、はい、はい、こちらがソーラーパネルの PV350 です、はい、これを使ってですね、ポータブル電源を充電していこうと思います。本当最高の天気だね今日、うん、今日は天気がいいね。あ、というかこれ後から出した方がやりやすいかも。はい、一旦しまいます。よいしょ、はいはいはい、はい、こちらを使ってですね、ソーラーパネルを接続します。あ、今だ。でこうやって、うん、でこちらをつなげます。で見てください、あー本当だ、来ました。あー来たね、うん、今210前後、うん、あ、ちょっと、パネルの方に今影が一部分かかってるので、はい、ちょっとずらします、うん、でこれあの並列なので、うん、部分的に影が入ると若干落ちるんですよね、うんうん、でもったいないから入力ワット数を上げますね今から、はい、はい、今完全に影がなくなった状態で上がった、上がった。今まあ240から今72ニット、うん、どうでしょう。はい、270台キープですね。でこれでしばらく充電しましょう。はい、ね、今、はい、ヒーチ回した、回してない、はい、回した。あ、わー、さすがにすごいね、消費電力900W、ソーラーが200W。 こっからガンガン減りまーす。 IH すごいよね、 IH の消費電力ほんと半端じゃない、やばいよね、うん、どこ今ここが影になっているから、こっちにこう動かしたい、うん、せーの、そうそうそう、このぐ
うん。はい、それではですね、今日ご紹介したこちらの PV350 ですね、はい、ブルーティーさんのソーラーパネルになるんですけど、うん、簡単にですね、説明をしようと思います。型番は、PV350 で、最大出力は 350W ですね、うん。今日ね、一番マックス出力した数字は280いったっけ、うんうん、80いかないぐらい。で、先日家で試しに使った時は 290W は出ました、うん、はい、だったね、うんうん。日差しが強ければ強いほど最大出力が上がります。出力電圧マックスですねが、37.5V で、出力電流が 9.2A、うん、で、回路電圧が 46.5V、うん、で、短絡電圧が 10.8A、うん、で、作業環境温度がマイナス10度から65度、うん、で、推奨作業環境温度がプラス25度、うん、なんかまあ一番25度が働いてくれるよということですね、はい。で、折り込み枚数が向こうから1、2、3、4枚、うん、で、展開サイズ、今のこのサイズですね、端からこっちまでが2400、はい、で、高さが905、うん、で、収納した時は高さが905のこの1枚が613ですね、うん。で、4枚重ねた時の厚みが 65mm になります、うん。で、重さが 13.9kg、 まあ女性でも持てますね。持てます、まあ持てますけど若干重たいです、うん、重みは感じますね、うん。はい、まあ実際使ってみてですね、うん、まあ常に太陽の方向向けてあげるっていうイメージで、まあ時間が経つと太陽も動いているので、うん、それとともにだんだんこの出力電圧っていうのがやっぱり下がってきて、うん、こうまた若干こう太陽の方向けてあげると、うん、こちらへの AC200MAX 今日使ったんですけど、入力のワット数がちょっと上がるっていう感じで、うん、だから常にこう太陽の方向けてあげないといけないのかなっていう感じですね、はい。まあ別にね、1時間おきとかでもいいと思うんだけど、うん、常にこうピークの状態に持っていくんだったら、まあちょこちょ こう動かしてあげた方がいいのかなっていう印象は受けました、はい。それであと今日はですね、この林間サイトみたいなところにまテントを立てたんですけど、まあ、実際充電される場合は影のないところを選んだ方がいいのかなと思います、うん、はい。だからそうね、まあアウトドアでも全然使えるんですけど、まあ一番使えるのはやっぱり災害時かな、っていう印象でしたね、うん、はい。まあ、僕たちが住んでる鹿児島では、まあ、台風が毎年のように来るんですけど、だいたいね、今回の台風14号のように強いのが来ると停電になります、うん。で、停電になると、まあ長くて2日とか、うん、もっと長いところになるともう4日とか5日とか停電になるところがあるんですけど、やっぱりね、そういうのをね、身近に体験しちゃうと、こういうのが近くにあった方が、まあ、心強いというか、うん、ね、ポータブル、ね、うん、ポータブル電源が最近その生活により身近なものになったんですけど、うん、まあ、それ その充電媒体というか、うん、こういうのがあると、まあ、より安心できるのかなという感じはしますね、はい。You, babe. Oh, to keep you, babe. Doo-doo-doo. Now I hurt so bad. All I feel is sad that I lost you, babe. Oh, I lost you, babe. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you.